もうとにかくね、もういろ、あの、知らないものを知ってみたい、知らないものを食べてみたい、もうそういうとすごく刺激になるんですよね。だからもう常に求めてる感じです。やっぱりそこからやっぱりこういった今回のアルバムもそうですけど、素敵なこう、それこそ時代を関係なくどのシーンでも聴けるような楽曲が生まれるんですね。まあできればそういうふうな曲を作りたいって思いますね。続いてもまた皆さんにお聴きいただきたいんですが、その10月16日にリリースされる12年ぶりのオリジナルフルアルバム「五線譜のメッセージ」から、続いての曲はどのような曲になってますか？これはですね、結構もうアッパーな曲なんですよ。だからもう元気になってもらえるっていう意味の、音楽的にもいろんなもうバージョンが入ってまして、ジャズとかバラードとか、そういう意味ではこれはアップテンポな曲なんですけど、聴いてください。ハイヤー。街の火が広がった。そこへ着いた。
でもこれ本当にリズム取りたくなるような感じで、はい、うん、なんかこう元気が出るような曲だったんですが、実は曲の間にもメールが届いてまして、ご紹介させていただきます。はい、ダリアさんより犬伏さん、またスタッフの皆さん、こんにちは。今週20日金曜日にカフェデジのゲストに咲谷健次郎さんが出演と伺い、お便りさせていただきました。全国から画像とともに見て聴けるのがとっても嬉しいです。12年ぶりにリリースされる咲谷さんの新譜、ご政府のメッセージから新曲をいち早くこちらで聴けることを楽しみにしています。で、咲谷さんはカフェ好きだということですが、はい、カフェでの過ごし方を教えてくださいっていただいてます。そうですね、こう勝手なイメージなんですけど、はい、有名な作曲家さんがいつも席を決めて、はい、そこで本を読みながらコーヒーを飲む、それを、まあ、僕が勝手に真似て、はい、いつも ここでお茶を飲むぞって決めてたりとか、はい、そういう感じですね。じゃあ結構このカフェではこの席みたいなのがあるんですか？はい、さっき のミュージックビデオもそうでしたけど、丸の内の中でもちょっとなんか、うん、あれカフェの中でちょっと一休みしてるのかなみたいなシーンがありましたが、はいはい、実際には丸の内でお茶なんかされたりするんですか？もちろんします。お、例えば三菱美術館、はい、あそこの裏とかすごくいいじゃないですか。そうですねさすがですね。なんかしかも咲谷さん絵になる、なんかあのシーンがすごい絵になる感じがします。で、あそこなんかすごくピースフルな、はい、なんか場でしょ、うん、ちょうど1号館広場で緑も多くて、うん、そうなんですよね。気持ちいい場所ですよね。で、ああいうところでバーッとこういると、うん、いるだけでも気持ちが良くなるしね。じゃあ結構カフェは一人でもフラッと入られたりするんですね。そうですね、まあ、とにかくこう時間を忘れられるから、うん、それでいいですね。うん、そしてもう一方、エリスッチさんいただきました。こんにちは。こんにちは。大好きな咲谷健次郎さんがゲストで出演されると聞いてメッセージ送ります。いつもおしゃれで可愛い犬伏さん、ありがとうございます。猫語がわかるスイーツ番長の咲谷さん、こんにちはって来てますけど12年ぶりの今週のアルバム、いよいよ発売ですね。ものすごく楽しみにしています。タイトル曲のご政府のメッセージはプロモーションビデオもともに素敵です。何度も繰り返して見ています。PV はアニメーションのような感じがとても可愛らしくて、曲のイメージぴったりですね。猫ちゃんが咲谷さんとピアノを弾いているところがとっても好きです。ライブでお会いできるのを楽しみにしていますといただいています。ありがとうございます。猫語ってどういうことですかとかなんかこれは前回では知り得なかった、すごいなんかこう今回ブッシーも興味をそそられるところなんですが。そうですね、僕は猫を飼ってもう長いんですけども、はい、そうすると街中歩いてますよね、はい、猫に会いますね。会いますね。で、そうするとだいたいコミュニケーションできます。まず近寄ってくる。本当ですか？うん、私犬伏だからか、あんま猫あんまりこう相手にしてもらえないところがあって、もちろん猫も好きなんですけど、で、どういうのかな、こいつは腹減っとんのかなとか、腹減ってんのかとか、怒ってんのか、機嫌がいいのか、優しい気持ちでいるのかっていうのは大体こう感じて、はいはい、まあ、そういうコミュニケーションですけど、まあ、もちろん自分で飼ってる猫に関してはもう何を考えてるのかも大体わかるし。本当ですか？はい、だからこうそれは言葉がわかるというよりも波動みたいなもの、はい、それでこうなんていうか、お前のこと大好きだからねってね、なんか言ってやると僕もだよっていうのは、そういうこう波動が伝わってくるっていうかね。ちょっと今なんかそのシーンを想像して咲谷さんにキュンとしてしまいました。そうですか。やばいなんかいいです ね、 なんか、まあ、ね、癒し系ですね。そうですか。まあとにかくね、もう猫も大好きですし、うん、まあ、犬も好きなんですけど、はい、まあ、犬語はわからないけど、はい、猫語は結構来てるかもしれないですなんか本当丸の内でちょっと猫がこうそれこそ中通り横切ってったら、え、1号館今日咲谷さんいらっしゃってんのかなみたいな確かに先ほど のミュージックビデオとか、あとそれこそこのアルバムジャケットもそうですけど、イラストの中にもちょっとクラシックのハットをかぶって咲谷さんがこうピアノを弾いて横に猫ちゃんがいたりとかするシーンもあったりして、はい、ちょっと猫男子スイーツ男子の咲谷さんの魅力にもどっぷりと皆さんにもご紹介できたかなと思うんですが、はい、今後先ほどライブも楽しみにしていますというふうに、メッセージいただいてましたが、今後のライブの、はい、ご予定はどのようになってますか？まず発売日10月16日に、はい、東京タワー大展望台でライブがありまして、はい、夜7時と
8時15分の2階、はい、まあ、ここはもう本当にお披露目ということでフリーライブですので、うん、ぜひ皆さん来ていただきたいのと、はい、それから大阪は10月30日名古屋は10月31日そして東京は11月の5日火曜日、はい、東京 STB139 スイートベージルで、うん、開演が7時半ですね。素敵な場所でまたそして10月11月と盛りだくさんですが。そうなんですよ。どのようなライブになりそうですか。まあ、このアルバムを、まあ、中心にお届けするんですけども、はい、なんていうかライブならでは のラインナップというかこう、うんうん、アレンジにして皆さんにこう臨場感とともにアルバムを楽しんでいただく、うん、そういう思考ですね。だからライブもきっと素敵なんだろうな。またこういったあのトークなんかはライブでは。そうですね、僕も結構喋っちゃう場合もあるので。いや聞きたくなるんですよね。なんか音楽ももちろんなんですが、なんかそういったプライベートな部分とか、はい、なんかさきやさんの猫が好きなところとか、なんかもうあとグルメの話とか聞いてるとなんかすごいワクワクしてしまって。まああんまり長くなりすぎると音楽が限られてくるんで、できるだけこう、はい、まあ、まとめようっていう感じで最近してますけどね、うんうんうん、はい、なんか素敵なライブになってなりそうですよね。ホームページの方に詳しく、ライブの情報載ってますので、ぜひぜひそちらチェックしてみてください。その他先ほどツイッターもしているっていうふうにお話しさせていただいてましたが、はい、プライベートの情報最新情報はツイッターなどもフェイスブックもありますしね。フェイスブック、ツイッター、そちらの SNS の方もチェックしてみてください。そして最後なんですが、今回のアルバムに向けてのこう、はい、アルバムについてのメッセージいただけますか。はい、今回の五線譜のメッセージは、うん、一言で言うと内面から元気になれるエナジーチャージアルバムなんですけども、同じ時代を生きる皆さんに共感してもらえる言葉を歌うことで答えを探してそして乗り越えていける、そんなポジティブなアルバムになっていますので、ぜひ聴いていただければと思います、うん、なんか本当こうさきやさんの優しさがこう寄り添ってくれるような、ちょっと勇気づけられてポジティブになれる曲がたくさん詰まってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして最後の曲なんですが、はい、この曲はどんな曲ですか。この曲はあのセルフカバーなんですけども、本当に人気が高い曲だったので、ぜひ今回入れようということで入れさせていただきました。はい、曲紹介お願いします。崎谷健次郎で風を抱きしめて。今日のアーティストゲストは崎谷健次郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。風